工藤新一です。いや俺が工藤新一だぜ。あ、こっち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 、偽物が出てくんじゃねえのバル。おめえは偽物だぜ。そっち、星さんが邪魔やな。もうトシさん、フリーザーってどうやってやるんですか？フリーザー、笑い声からやってみてください、新人さん。ふっ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 、いけるいけるいけるこれ。最近大事な要素だと思う。おおおおおおトシさん、つっちゃったの。あ、中野内さん行きます。あ、中野内さん、オロチマル行きます。あ、左と全然違うやつや。トシさん、俺になんかできそうなものもないですか？トシさん、声高いんで開いた。じゃあ、エツコさんとタラちゃん行きます。いや、それ、チャラエツコ？どうも、チャラエツコ。どこがやねんな。似てねえわ。ちっちゃい頃から見てくれてありがとう。ちょっと違うな。アンカラ町、ね、あのね、でもね、これモノマネしようと思ってやってるんじゃないんですよ、中野内さん。モノマネしようと思ってやってない。これあの、ネタの枠でやったんですよ。声真似のレパートリーを増やしたくて、これ増やしました。急に、事故に戻ったし。だから、上がってビバーヘッド、これはどうしたらいいんですか？すげえ、一人似てねえんだわ。おいやね、発音が欲しいぞ、ビバーヘッド。どういう状況ね。お前がどういう状況だ。お前だわ。また DM が来る。なんで来るんですか？ビバーヘッドなんで、マジで真似するのやめてください。それだったら僕は駅でデメーレンって言われましたよ。ビバーヘッド。どういう状況ね。お前それしかねえじゃねえかよ。さあ、インポスター、中野地精鋭ジャッシュ、精鋭ジャッシュ、精鋭ジャッシュ、あらやだ、あらやだ、精鋭ジャッシュ、タスクじゃないの、あなた精鋭ジャッシュ、精鋭ジャッシュ、ちょっとタスクやるんで静かにしてもらっていいですか？え、ちょっと待った、事件件いただいてもよろしいでしょうか？いっちゃんさん、これ間違いなく直近に交際してるんですけど、リフトの右側でタスクしてたんですよ、ダウンロードの、うん、左に行ってミーティングの右上をタスクしてるときにこれが通報が鳴ったんですけど、うん、っていうことなんですよね。じゃああれじゃない、いっちゃんさんに、ありがとう。なんやねんそれ。急に不時着すんなよ。とりあえずロムさんがシャワー室の弁当の上で死んでました。なんかエッチだ。なんでなんでどこがエッチ、やばい、どこがエッチやねん。こんなにちゃんと入れてるのにさ、はいはい、なんかカチカチ言ってる。え、なになに、怖い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 、爆弾爆弾、何の音、爆弾持ってるこの人。持ち上げない、持ち上げない、新さん、この爆弾を解除してくれ。俺にこの爆弾は解除できない。なんでだ、俺はその力がないからだ。どうすればいいんだ、ちくしょう、どうすればいいの、助けて、誰か助けて。いつ爆発すんねん。爆発せえへんやないかい。あ、もう一度。おい、モニタリングっすかこれ。どけどけどけ、あ、ごめん、引いちゃった。どけ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 、まあ事故事故事故、しょうがないよな。引いちゃったじゃねえわ。黒だと言うんだったら、じゃあ僕に声真似無茶を振ってくださいよ。お、声真似できない、そんな振らせ方やねんな。もしもこれで声真似できなかったら、もう僕は黒でいいよ。どんだけ無茶苦茶な。なんでも、あ、みんなで言いましょうなら。どうできるのすごいな。ワンピースからニコロビンやってほしい。あ、ワンピースとニコロビン。はい、わかりました。うん、じゃあ、ちょ、誰か振ってください、ニコロビン。3219。私はニコロビン。セイス、フルール、クラッチ。はい、他振ってください。え、違うよ。女性声優無理決まってんじゃん。何でもやっぱり、やっぱ同じ声マリーヌさんの方が振り方がうまいと思うんで、トシンさん振ってくださいよ。あ、いいですか。それじゃあ、ウエウ先輩の赤ちゃんさんまさんまで332211どうぞ。え、お前な、あ、みんなもうね、頑張ってインポスター探して頑張りましょう。いや、ね、バンドエイジや、それバンドエイジやそれ。どこか、どこがバンドやねんな今の。そんな喉しゃがれてるか、バンドが。ズルさん、ズルさんですよ、次ズルさんですよ。え、次僕、じゃあドラえもんののび太。え、女性声優ダメって言ってんのに。知らねえし、知らねえし。
なんでバンコク共通のルールやと思ってんだよ、こっとらが。え、こんなところにジャムおじさんとチーズが来てる。あ、アンパンマン、何してるんだい。お、チーズ。お、うまい。振り方うまい、めちゃくちゃ。え、ちょっとライン交換しませんか。おい。おい、詩人さんしんどんや。詩人さんについて話したいですよね。詩人さんしんどんや。振る側を評価するなよ、そして。20秒で詩人さんの話しよう。20秒でできるか。誰中野地了解。違う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 。俺、ちょっと無理だ。無理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 。マジで釣ったらやばい。バッカじゃねえの、ほんまに。このバカじゃねえの、このクルー。ねえ、バッカじゃねえの。すいません、ほんと。タイミング なんかあったんすか。あの、誰もいないと思って、あのドア開けながら、あ、手が出るって言ったら、えっちゃんがちょうど目の前から出てきて、やばいやばいって言って、でも我慢しました。我慢しました。いや、よかったよ、あのちょうど出る前で。ドア開いた瞬間出そうと思ったんですけど、ちょうどえっちゃんのスキンが見えたんで出すのやめました。閉めました、ちゃんと。やめなさい、閉めるとか言うな。想像しちゃうから、こっちが閉める姿を。でもこれ言うインポスターいます。もう下品すぎるだろ、もう。僕、ウユ先輩が怪しいと思います。トッシンさん、ちょっとさっき僕小山のメドレーしたんで、ちょ、トッシンさんも小山のメドレーしてくださいよ。トッシンさんも無茶振りいけるじゃない。ウユ先輩が受けたんだ。おい、先輩って言うな。隣のトトロで猫バス、呼ぶ時の、トトロの真似します。うっふぃうぅ。最初ちょっと笑ってもうてるやん。クロシンチです。いや、俺がクロシンチだぜ。あ、こっち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 。偽物が出てくんじゃねえよ、バル。おめえは偽物だぜ。トッシーさんが邪魔やな、もう。ストロングゼロうまかったな。飲むか。おい、ストロングゼロなんて俺は飲んでねえぜ。工藤君逮捕。何や今の、工藤君逮捕って。何や今の。はい、続いての方はこの方です。所ジョージさんがバズ・ライトイヤーの声真似をしていても全然地声が変わらない説。声真似じゃねえよ。無限の彼方にさあ行くぞ。無限の彼方に行ってらっしゃい。いや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 、地獄や、こんなの。じゃあ新人さん行きますか。はい。あ、じゃあ続いての方はこの方です。あ、ちょタイミングが、タイミングが。新人さん、いや、細かいな。はい、続いての方はこの方です。雰囲気だけの大塚明夫さん。ありがとうございます。次の方どうぞ。急に世紀末になる野原家。おー、しのせー、やっぱ夏はビールだよな。おー、父ちゃん、俺はミルクだぞ。タイ。前よりハゲてんな。おい、自撮りや。どこで妨害してんねん。